はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神重戦編です。え、今日でログインが、932日目ですね。はい、現在2022年1月4日の15時24分なんですけども、今回はですね、まずお知らせの方からね見てもらおうかなと思うんですけども、イベントがねプロスピトルジャーですね。はい、1月7日の14時59分までということで、プロスピトルジャー来ました。で、まあ、報酬の方でね A ランク自チーム契約書スピードスターがありまして、まあ、このアカウント阪神純正だけでやってるんですけども、阪神は上田選手ですね。はい、上田選手、僕ね、前回のその覚醒のね契約書で、僕 S ランク契約書で上田選手ね引いたんで、それと A ランク4枚あるんでね、ちょうどまあ今回でA ランク5枚と S ランク1枚ということでね、極みできますんでね、まあ現実は指してないんですけどね、そのまま置いてるんですけども、まあ A ランク5枚揃うというのは良かったかなと思います。はい、まあ一応ランダムボックスから S ランク役所あるということなんですけどね、まあ僕出たことないですけども。はい、でこれスペースマンスリー感謝祭が1月20日からですね、今回はキャンペーン名が1日1回プレゼントスカウトということで、これもありますんでね、1月27日の木曜日の12時59分までですね。はい、ありますんでね、これもきっちりもらっていきたいなと思います。 S ランク出ればいいですけどね。はい、それだけですね。はい、まあ、プロスビートレジャーの一応まあ報酬の方ですけども、まあ A ランク契約書、 S ランク契約書補助券、これは補助券ね、僕今6枚なんでね、これ7枚なんでね、もう1枚欲しかったんですけども、まあ1枚だけなんで7枚ですね。でこれが先ほど言った A ランクチーム契約書スピードスターですね、上田選手。で S ランク確率 30% 契約書20エナジーということで、まあ結構ね特訓コースとかね、この発掘とかでねもらえる特訓コースとかコインとかねエナジーとかちょっともらえますんでね、まあ、きっちり累計までやっていきたいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、それではですね、今回はちょっとプロスピフェスタのねフェスチケットが303円だかな、そうですね、303万円残ってますんで、これちょっと福引き回します。でまあ一応1等出ればね、まあ出ないと思いますけども、出れば開封の方もしたいなと思います。はい、それではまあ303枚、回します。1等来い。もう累計の方はねすでに終わってるんですけども、まあこのあと303枚で1等出てほしいですね。まあなかなかね出ない時は出ませんので、上田選手の A ランク自チームもらえるのはね、ちょっと今回トレジャーね嬉しいですね。はい、ちょうど A ランク5枚になりますんで、 S ランク契約書でね、スピードスターの S ランク契約書で上田選手取ったんですけども、 A ランク4枚しかなかったんでね、もう限度刺さずにそのまま落ちたんですけども、まあこれで5枚になりますんでね、良かったかなと思います。さあ何も来ないまま100枚いきそうですね。もう200、おチャンスタイム来た。よし、さあ来い。お、 B ランク役所、まあね300枚ぐらいじゃね出ませんわね。まあ、せめて A ランク役所ぐらい2等ぐらいは来てほしいなと思うんですけども、もう100個切りましたね。あと193、さあ大B ランク役所来い。ボロンと突然来い。さあどうでしょう、ないか。まあ一応フェスタの方はね、特殊能力上げたい選手何名かいましたんで、そのあたりまあ一応目処つきましたんでね、まあそれは良かったかなと思いますね。フェスタはまあそれが一番特殊能力上げるのがね、僕はいつも一番それが目的なんで、ね、あービラン局長、まあそれは達成できましたんで、まあその上にご褒美として S ラン局長もらえると非常に嬉しいんですけども、どうでしょうか、ないか。さあ100個切った、お茶さん来い。おー、エラン客所来た、2等来ましたね。これ2枚目かなトータルで。はい、いいっすね。はい、よかったです。まあまあもうこんなもんすかね。お茶さん来た、来い、1等来い、来てくれほんまに。あと878、さあ来い。あー、エラン客所か、まあまあまあいいですわ、それはもうしゃあないっすわ。あと、おお、マッチのスタンプ来た、さあ来い、早めに来てよ。おお、アビランク役所か、まあもうなさそうですね。はい、まあエランク役所1、おお、チャンスだよ、よう来るやん。よう来るやん。さあ、おお、アビランク役所か、やっぱりね、そらそうやわな。さあ、あと20、
あと18枚。もう終わる。もうおー、チャンスタイム来た。チャンスタイム中に終わるんじゃん。おー、ビラ確証。まあまあまあ、まあいいっすわ。はい、はい、これ最後ですね。はい、一応エナジー来ましたね、最後ね。はい、一応何分かできた。16エナジー。結構いいですね。はい。それでは、最後に、まあ、ゴールド客車5枚だけいきましょうか。はい。1枚、2枚。3枚。4枚。5枚ですね。はい。まあ、このアカウントね、阪神純正だけでやってますんで、できればね、阪神の S ランク選手、来てほしいなと思ってます。いきます。ゴールド客車5枚。お願いします。S ランク来い。おお、 A ランク以上。さあ来い、 S ランク来てくれ。おお、来た、 S ランク来た。はい、来ましたよ。いいやん、いいやん。阪神来い、阪神来い、阪神来てくれ。さあどこで来る、ドキドキする。おお、まだか、次か。ああ、最後 S ランク出ます。阪神来い。よお、吉川選手、巨人ですね。まあまあでもいいですね。はい、あの1等は出ませんでしたけども、ゴールド契約書から S ランク出たんで十分かなと思いますね。はい、よかったです。はい、あとは全部 B ランクでしたけども、まあ吉川選手、巨人ですけどね、S ランク出てくれました。はい、よかったです。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ今日からね、プロスピードレジャー始まりましたんでね、3日間のイベントですね。はい、まあ頑張って累計はきっちり取っていきたいなと思ってます。はい、まあフェスタの方もね、合計で900ぐらい回したのかな。ちょっとごめんなさいね。まあ合計で僕、そうですね、920で A ランク2枚でしたね。まあ B ランクはちょっと数えてないですけども、 A ランク2枚、S ランクは0ということでしたけども、ゴールド契約書5枚、開封しまして、見事に S ランク、久しぶりかな、ゴールド契約書で S ランク来たの。なんかそんな気しますけどね。まあ良かったかなと思いますね。はい。そうですね。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード、阪神純正編でした。